とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。27回。まあ、ありがちなところだと思いますけども、どうでしょうか。あ、多分これ、序盤が、難しいやつだね。うん、序盤が結構きついところだと思います。はい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 。いきなりクリーパーとよしエンチャンターがすごく出てきた。はいはい、なるほど。これ倒す順番結構重要ね。あ、でお前もいるんかい。結構だね、結構だよ。よしよし、まあ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 いけるな。いやー、危なかった。やられそうだったわ。はい、まあまあ1階からなかなか厳しいかもしれません。まあ戦う順番ね、それだけ重要ですね。いやー、カトラスいいな。カトラス変えていきます。何がついてた？あ、ポーションバリアついてる。なるほど。じゃあ最初ポーションバリアつけていっても良さそうですね。うんうん、まあ、とりあえずポーションバリアと火属性入れましょう。剣に何がついてたかちょっと気になるところですけど、まあまあカトラスで間違いはないと思う。 OK。 最初のね、あのクリーパーとエンチャンターのラッシュは、まあ、ポーションバリアがあればある程度楽に進めるでしょうね。ゲイ、もうちょいか。ここは特に問題ないかもね。1階がとにかく難しいっていう、こんな感じ。うん、これもクリーパーも出ないし終わりじゃない。はいはいはい、問題ないっす。まあまあいらないっすね。でここね、ここはね敵がちょろちょろ出やすいんで嫌いな場所なんですよね。もっと一気にねぶわって出てきてくれれば早く終わっていいんだけど、ここ長いのよこのステージは。はいはいはい、後から湧くんでね、ここはあんまり好きじゃない。 OK、 もういないかな。全部湧いてしまったでしょう。よし、落ちた。はい、終わり。いや、まだいる。こっちか。敵の数は多いね、数は多い。おお、パープル珍しい。ああいいな。でもまあパワーシェイカーでしょうね。ちょっとエンチャント多めに入れていきましょう。そうね、毒雲とポーションバリアにいいかな。はい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 。おお、クリーパー出る出るけども、まあまあ問題はないね。まだ来るっしょ。よし、うんうん、普通に倒せる、普通に倒せる。お、あ、まだか。うんうん、でもカトラス火力あるんで余裕です。終わりと。4回終了。おお、久しぶり見たな、これ。久しぶり見た。あー、いや、いいか。います。エンチャント入れとこうか。います。ここは、ここはあんまクリーパー出ないもんね。
ここはクリーパーは多分出ないとは思う。逃げるな。いやーちょっと待って、これめちゃくちゃ戦いにくい。遠距離が多すぎて危ね。はい、終わり。5回クリア。ちょっと戦う場所やね、気にしないといけない。いいかな。ちょっと防具は弱くなってるけどいいでしょう。多分まだまだいける。はい、ちょっとパワーシェイカー使っちゃったらちょっともったいないか。こっちまだ出ない？もういないか。もういないっぽいですね。よし、本当はここにパワーシェイカーをぶつけたかったけども、まあしゃあないね。特に強いやつはいないか。うん、痛い。はい、終わり。うん、結構なんだろう、ポーション使う機会が多いね。敵が多いのか火力が高いのか。まあまあこっちの防御力がないんだな、仕方ない。おお、ビーハイブ。いやーでもポーションバリア欲しいな。槍もいいけどね。ちょっとエンチャンターの書持っていこうか。うん、もしかすると召喚がいい感じになる可能性もある。途中のハープーン持ってきても良さそうね。うん、途中のハープーンも結構いい感じになる可能性があります。よし、はい、危ないよ危ないよ。よし、痛いな。まあまあもう防御力足りないからね。痛い。あー、うわすごいね、クールダウン2でビースティンガーもあるんで、あー なるほど面白そうだけどな。まあでもまあドラでしょうね。うん、ドラだろうな。これちょっとブワーっといきます。危ない！あ、思いっきり食らってる。やばいやばいやばい。あぶねえ、あぶねえ。ちょっととりあえず、ここで倒します。ポーションのクールダウンが終わってない。よし。オッケー、いけ！勝てえ！むちゃくちゃ硬いな、こいつ。でまだいるし。待って待って待って。嫌なやついる。シュルカやめろ。お前やめろ。でも、もういないか。あー、なるほど。ここきついかも。うん。もう防御力がないから、結構痛いな。かなり痛い。ちょっとこれ対策が必要かもしれませんね。あー、うん、ボーンクラブいいだな。ちょっと防具がないのがすごい気になるところですけども、まあまあポーションバリアでなんとかはなる。まあ、8と痛みもいいけどな。うん、ちょっと怖いから痛みはやめときます。で蜂が出ればエンチャンターの書を使って OK 強化していこう。いや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 、結構痛い。むちゃくちゃ痛いぞ。
もう防御力がないからさ、もう痛い痛い。次商人か。商人、あーでもスペランカーねー、あんまり好きじゃない。うん、耐久、あーこれも愛のメダル変えよっか。愛のメダルに変えて、で次を、防具を上げよう。なんだ、おお、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、反逆者でもって3に上げて、もうこれをずっと使う感じでいきましょうか。うん、次のパワーか金細工で上げればもう最後までいけるからね。パワーシーカーをパワーで上げるっていうのもありだよね。何が来る、どっちだ、 OK、 よし、終わりー。いいね、よし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 、いいんじゃない、よし、押し切る。まあこの装備ならいける。うーん、そろそろ弓欲しいけど、めぼしいやつがないな。まあ、途中のあの影のクロスボウはちょっと良さそうだったけど取ってないんだよな。うん、エンチャンターの人もちょっと無駄になったね。召喚ビルドかと思いきや普通にドラとかが出てきてくれたんで、これで間違いないでしょう。パワーシェイカーがね、もう火力があんまないんで変えてもいいぐらいだけども。終わりかい、大したことなかった。で、まあいらんかな。でここね、ちょっとエンチャント多めに入れるか。いや、そう、入れるやつもないんだよね。やばい、8も1で十分だし。はい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 、おし、あ、いった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 、いった、よし。あとはネクロとかいないか。あ、いやいや大したことないな。うん、あ、敵は全然大したことない。まあ、クリーパーがちょっと出るぐらいで全然大丈夫ですね。あ、コグ変えよう。で、そうね、ヒューズもいいけどね、まあボーナス入れていきましょう。毒の雲だね。 OK、 これでいきます。重力毒の雲さんでも良さそうだな。とりあえずアーティファクトをそろそろ更新したいかな。うん、アーティファクトの、よし、いけ。パワーシェイカーがもう弱いからね、そろそろ変えてもいい。よし、よし、あと2体、はい、終わり。14回終了。やっぱ序盤かな、難しいのは。後半戦はそうでもないですね。そのままいきます。で商人パワーか。そうね、ならばもうパワーシェイカー上げても良さそうな気がするな。今反逆者上げても多分100ぐらいしかならないもんね。まあ、100でも十分だけども、100にどれぐらい、一発4668、うん、十分十分、最後まで使っていけそうな火力ですね。
まあ、最終的にはいい防具がもうちょっとありそうな気もするんだよね。しゃ、オッケー。おお、多いね、多いね、結構出るよ。終わり。あと10回か。そう大したことねえな。あー、うーん、そうね、そうね、グリムも強いけど、サイスに変えようか。うん、サイスだな。衝撃波ので、まあ、うーん、そうね、リフレッシュもいいね。あ、そうか、パワフルか。うわ、ここめんどくさい。これちょっと溶きますね。オッケー、いけました。特に問題ないね。難しくもないし、いけで、17回終了。終盤難しくなるかな。あー、釣り竿でサイスもいけるっていう感じね。まあ、やらないけど。オッケー。あー、なるほど。まあ、問題ない。全く問題ない。まあ、一応リフレッシュ入れとこう。いきます。痛い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 。そっちか。オッケー。あ、いや、でも全然全然大丈夫だな。はい、行きましょう。多分2ターンぐらいで、あ、終わらんか。はい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 、どっちか。はいはい、ちょっと息できねえな。よし、次の次か。いや、結構んーかかるね。結構かかっちゃいますけど、まあ仕方ない。いや、おお、いけた、いけた、いけた、全然いけました。いいかな、そのまんま進みます。はいはい、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと待って、嫌なやついる。はいはいはい、ちょっと待て、嫌なやつだな本当に。オッケー、あぶれ、クリーパー隠れた。よし、いけた。いや、なんかなんかね、19回めんどくさい。うん、エンチャント、あー、なるほど、あんまり意味なかったか。なるほどね。な、商人では反逆者を上げた方が良さそうね。ここでパワーシェイカーがある。うん、あんま意味ねえわ。なるほど、まあ武器変えていきましょうか。あ、スケールメールもいいね。はいはいはい、なるほど。ちょっと難しいな。全部いらない。ちょっと待って、いらねえな。エンチャントがよろしくなかったな。いきまーす。敵をまず出しましょうか。ある程度敵を出して、で、愛のメダル使って、いこうかな。全部出終わったか？いけ。ちょっと待て。こいつらがいるのか。よし、
ッケー。すっげえな数が。もうめんどくせえこいつら。あ、でも終わりっすね。はい、いやー、あんまりためない方がいい。もう出る時に倒していった方が良さそうです。あ、ドラここでもあんのか。まあいりません。あ、何かと装備選び今回失敗してますね。うん、失敗っていうか後々出ちゃうやつがあるんで、わざわざ取らなくていいっていうのが結構ある。 OK、 いいんじゃない。結構出るな。で、上にウィスパーラーか、あいつが行ってるね。いた。オッケー。で、リフレッシュ入ってるからある程度早く回復できるでしょう。いけー、いくぞ。はいはいはい。で、まだ上に、いや、いないか。はい、21回クリア。次は鶴橋。いや、いいですね。おー、で、ここまあ大丈夫、問題はない。愛のメダルあるからね、なんとでもなるとは思います。おー、なるほど。嫌な場所やね。行け。風使いが結構、おお、出るか。ナイス、いいね。おお、ここは結構ね苦戦する人多いかも。はい、22回クリア。あー、装備次第ではこうきついよ。装備が下手なやつだとちょっと22回はきついかもしれません。悪くないけどな。まあ変えよっか。あ、いや、いいか、いいか。おー、で、ここ、なるほど。なんかソウル系だったらね、ここだいぶお得なんですけど。よし、オッケー。よし、おいおいおい、じゃあ、痛い痛い、ここに来るまでが。よし、クリーパーはねもう全然余裕で倒せる。クリーパー多め、多めか。いけ、クリーパー、あ、クリーパー多いね。よし、うん、でも多いけども大したことはないね。 OK、 うん、クリーパー多いけど、まあまあ全然愛のメダルとか使っていけばなんとでもなる感じっすね。あれ、いない。あ、いた。はい、終わり。23回クリア。んで、特にいいやつはあります。あー、なるほど、変えようか。なんか面白いことができそうな気がする。オーバーチャージで7000だから、3万ぐらいのダメージは出せるか。それプラス虚無さんで
もういい感じになりそう。113、7000、うんうん、ああでも黄金は良くないな。3がついたけど、そう良くないやつがついた。で25、26、あーまあまあもうあとは楽勝っすね。あとは楽勝。はい、いけたかな今のは。まあまあいいや、無理せずに行きましょう。しゃ、ちょっと待って、オーバーチャージだけで良さそう。こっちのエンチャントが良くないんだよな。うん、このエンチャント良くねえんだな。おーい、いやちょっと待て待て待て、やめろやめろ。マジで嫌なやつ。これさ、先に倒して行った方が良さそうね。すっごい嫌なやつ。しゃ、倒せる？倒せはしないか。いけ。あー逃げるな逃げるな。オッケー。いや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 、すげえ嫌なやつ。あれ？まだいる？あーいたいた。いや結構いるじゃん、結構いた。はい、では25回クリアですね。いやいらんか。スパイダーも良さそうだけど、いいかな。いきます。ではラスト26回。あー、ここは箱があるね。そんなに必要ではないとは思うんですけど、ちょっとオーバーチャージで。あーそうか、なるほど、これ強いけどもいっぱい使う。おーおー、5万出る5万出る。うんうんうん、最大までチャージすると5万ダメージ出るんで、これ虚無使ってボスは楽勝だと思う。ワンパンいけるんじゃない。まあ、ボス次第、何が来るか。雑魚かったら取ってる意味はあんまりないですね。あーこれもいい。あーうーん、いやダガー変えよう変えよう、ダガーに変えて、まあうん、火力が若干なりともこっちの方が出るんでいいでしょう。んでこっちがな、いきます。何が出る。まあキョムドラをちょっと、あーちょっと待って、全然良くなかった。はい、いやーこれなら別に違う装備でよかったな。いや何かと失敗したシーズンでしたね。なんだ呪い。あーうんうん、あいやいらん。呪いの斧に重力いらないんだ。でウィンドもいらん。ミステリー霊体テレポート、うん、いらないっすね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。